どうも皆さん、こんにちは、どうです。今回ですね、このスカート、この SMAW でやっていきたいと思います。まあ、メインで使うのは SMAW ですね。はい。もう RPG バスバスやっていきましょう。おっと、リベンジいただき。リベンジ、もうこれはもうすごいですね。もう暑い時期になってまいりました。ということで、今回もね、暑い RPG でもっと温めて、あったかいね。あったかいんだから、夏休みに、夏休みじゃないよ。間違えた。夏にしていきたいと思う。よっしゃ、行くぞ。行くぜ行くぜ、俺のこのなんかもう チェリーボーイマンさんのこれ。でね、これが、何言ってんか分かんない。俺でも自分でも分かんないぞ。何自分でも分からん。何言ってるか俺。入ってきたぞ。太いのが入ってきたぞ、おい。おっと、来るぞ。おっ、行け、ナイス。オッケー、俺のロケットランチャーが火を吹くぜ。おら。本当に楽しいんで、これ。本当に楽しいんで、皆さんもね、やってみてはどうでしょうか、この。なこのロケットランチャー祭りね、これ。ロケットランチャー。みんなでロケットランチャーぶっ放していくっていうね、今度やっていきたいと思うんですけど。あー、今の絶対ダブルキル取れたから、まあ今ので多分分かった人もいると思うんですが、あー、自分ね、RPG じゃねえわ。何回言うんだ、俺は。何回言うんですか、はい、やっていくぜ。まあね、SMAW ってな、忘れたけど、そういう銃のね、ダブルキルを目指してるわけです。はい。室内に打ち込んだ方がいい。やべ、グレーンね、おい味方、おい邪魔だぞ、おいね、これで僕がね、キル打ち込んでるわけじゃないわけがないんですが、はい、申し訳ございません。あかん、ナイスナイス。あー、おー、今のアホやわでですね、おっと、UAV はちゃうか、誰か RCX 出してくれる、ね、敵誰か RCX 出してくれ、俺の方に向かってきてくれ。ここでね、ボーン、あー、誰も当たんねえ。しかもうまいこと2人かぶったのに誰もキルできねえ。お前味方がRCX やし、どうすんだお前、貫通できへんのかい。やばい、5キル9です。これ絶対怒られるわ、これ絶対怒られる。RCX いや、あんた嫌いな。なんで今外れた。よしよしよし、アイコン押し、あれが欲しい、これが欲しい的な。オーケー、アイツも敵だ。おお、ダブルキルいただき。さあ、向こうから走ってくるぞ。ショットガンが走ってくる。ナイス。あ、やられていく。ナイス。いいぞ、ここでカバンを拾ってリロードしていく。いいよ、このこれいいね、これいいよ、この感じいいね。好きだよ。ドーン、オッケー、ワンキューワンキュー、わー、行け。今の出るべきじゃないな。今マダムシンコみたいなマークが見えたけど。ここにいるんちゃう、ここにいるよね、これ絶対ここにいるわ、いないわ、ね、間違えたわ。やべ、死ぬ。車庫が前に出ていた。いつの間にかの車庫の扉がね、前に出てましたね。久しぶりにね、僕実況っていうのが、実況っていいのかな、まあ、まあ実況風、実況絶叫ですね、これは絶叫ですね、はい、まあ久しぶりに撮っていくわけなんですが、なぜ取れなかったっていうと、まあね。まあ、取る時間がなかったって。おっと、これは1位と一緒。え、1位と一緒？おい、頑張れよー。1位、おい。まあ、こんな感じで、やっと、いました。さっきはずっとね、ロケットランチャーで頑張ってたんですよ。昼から、ずっと昼間からね、今日、休みなんで、ずっとやってたんですよ。はい。本当に楽しいですよ、これ。本当にゴールド狙うね。これ、名店じゃないですか。最近、すごいハマってて、自家取りすいません。部屋汚いんですよ。本当に部屋汚くてね。はい。まあ、どんなもんか見せますね。はい、こんな感じです。はい。ダブルキラー3回で。あとは、おっと、ほら、ドラゴンファイヤーを一気壊せば、もう終わるんちゃうみたいな感じになってますね。はい。どうするこれ。これ、ほんとハイジャックがね、有利なんですよ。はい。ハイジャックがほんと有利で、うん、欲しいな、ほんとにこれ。ドクロはいいから、これはまず欲しい。ドクロがなんでドラゴ出えへん、ドラゴじゃねえよ、ドクロ出えへんの、お前ドラゴって言ったよ。言っちったぜ。ねえ、ほんとにこれ、俺のエンブレム貼りたいんって。これとかもダイヤモンド出すから、もう本当に
ダイヤモンドのイボイボ名声つけるから。今回はね、2試合連続で取っていきましょう。またニュークタウンかいっつって、俺も投票したけどな。はい。なんで笑ったよ俺。行きましょう。あ、ほんでいいな、オッケー。あれ、クランタグ入れたっけな。俺今モゲなんですよ。なんでモゲかっていうと、まああれですね、あの歌です、あの歌。本当にあの歌好きで僕。面白いじゃん、なんか元気もらえるんですよ。お、ダブルキルちゃうのこれ。ダブルキルちゃうんかい。ダブルキルちゃうんかい。して、オッケー。わっ、おっとっとっと、オッケーオッケーオッケー。拾っていく拾っていく拾っていって、まず逃げる、まず逃げて逃げて逃げて、リロードしていく、リロードして、この来た瞬間に、ほら、なぜフラジャキを切る。ね、最近ね、陳列マッチも本当にフラジャキ着てるやつが多くて、驚くんですよ、すごい驚いてて、それが。こいつ敵なの？トマンライフは敵なの？めっちゃビビってんけど、めっちゃ目の前かすってきたから。本当にほっぺたかすってきたから、びっくりした。当たらへんのかい！本当に難しいんですよ、これ。本当に微調節があってね。微調節全然しないけどな。はい、これダブルキル、これダブルキル、リベンジリベンジ、ダブルキル。あ、まあ多分あれダブルキルやな。トリプルキルやったら何言ってんの俺は、持ってな。うわもうやばい、もう本当に久しぶりで実況するからゲームがすごい暴れてる。ミスった、めっちゃミスった。うわ、めっちゃかわいそうなことしたんだから、ごめんな。後ろにもおるんちゃう。大丈夫でした。あー、怖い。ここにもおるとね、本当に強いんですよ、RPG で。RPG じゃないって、なんか言うねん、俺は。RPG ちゃいまんがな。あー、危ない。危ない。あ、大丈夫か、ナイス。でもね、こっち側から来る、こっち側から回ってくるから。ほら、そう信じてる。いや、気になってないよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね、大丈夫。あいつは見逃し三振。なんで戦術マーカーだけなんだよ。なんで戦術マーカーなんだよ。あそこにぶち込みたいが、俺はぶち込んでいいか、ここにぶち込んでいいかな。ぶち込んじゃうよ、フラジャケ着てやがってこの野郎。いろいろ脱いどけよ、脱げよフラジャケよ。裏取りしてもね、俺同じリスガリしても一緒なんですよ。これやばいな、これでキル1超えたら俺やばいぞ。RPG しか使ってないからね。これ後ろに戻ったぞ、大丈夫か。ほら食らわへん。いや、なんで裏絶対生きてるから。さあさあ、青がどうするか。あいつ、わあ、後ろから湧いていく、後ろから湧いていくスタイルね、これ。嫌いじゃないよ、俺に勝つよ。全然ダメだ。あー、今のは狙えたって。ダブルキルもったいねえな、もっと地面に打っときゃよかった。てか、あ、絶対ここにセンスマークあるなと思って。間違えた、もう一個後ろ、もう一個後ろな。狙うべきはもう一個しよう。あ、オッケーオッケー。おー、よかった、オッケー。わお。オーマイギュー。ほとんど俺スカーじゃん、キルしてんの。頼むよ。4連フィードとかさせて。というわけで、今回はね、全然何もしなかった。何もしないな、これ。言えんのかよ、俺。まあ、負けました。多分、気のせいでさ。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。皆さんもぜひ、何これ、AWS だってわからない。ちょっと待って、紛らわしい、あの名前。ということで、まあね、まあいいでしょう。はい。はーい。ということで、この武器をね、皆さんもぜひ使ってみてはどうでしょうか。SMAW です。はい。では、ぜひ、あ、では。
チャンネル登録よろしくね、お願いします。はい、最後までガンディングスタイル。じゃあね。